原田氏原田氏は大きな顔に手足がついたような姿の日本の妖怪。作家、佐藤雄文の妖怪関連の書籍に多く登場している。夜中に現れ、酒を勧めると喜んで飲み、滑稽な踊りを始める。その踊りを見た人には良いことがあると言われる。他の多くの妖怪のように人間を困らせることはしない。陽気な性格で、 悲しんでいる人間を慰めることもある。悩んでいる人間が酒でもてなすと、腹踊りをしてその悩みを消し去り、希望を沸かせるなどとも解説されている。別の説では、古くて、ボロボロの寺に住む妖怪とされる。一見すると、普通の人間の姿だが、様々なものに化けることができ、特に自分の腹に顔を作り出して人を脅かすことが、好き。 しかし実際には、道に迷った人を寺に止めるなど親切な性格で、吹雪の中で迷った人を暖かい部屋でご馳走で、もてなしたこともあるという。以上のような解説は、江戸時代の書籍や、伝承資料などには確認されておらず、情報の出典が不明のため、その解説は、佐藤雄文などによる創作ではないかと、平成以降には指摘されている。山、東京電書。 歌川豊博が浮き棒丹前でにより白州戦場産古事の会佐藤雄文は原点不詳の妖怪を描いた絵画を原田氏として紹介している。また原田氏の仲間であるとして絵巻物土蜘蛛造紙に描かれている顔の大きな二の妖怪の絵を図版として掲載している。かす三平の著書お化け杖では1809年刊行の特本 ウキボタン前伝の口絵に描かれた腹に顔を持つ妖怪を示し、孤児で腹に顔を作って人を脅かす、原田氏の妖怪という解説がなされているが、同図は、ウキボタン前伝に登場する、千場山の古い寺にあった、百鬼役を絵巻の古賀が,が現実化して登場した姿を描いたものである。なお、カスによる道書の解説文中には、佐藤雄文の名も挙げられており、佐藤の書籍が、 参考資料として使われていることは明らかであるが、佐藤友文は同図を書籍の原出氏の通販としては使用していない。ありがとうございます。